鳴子こ郷、レストハウス側から大深沢橋を望む鳴子こ郷は、宮城県大崎市に位置する郷国。宮城県の名称に指定されている。仙台弁の発音特性から、鳴子こ郷と呼ばれることもある。花淵山の南山陸を荒れ、小川の支流、大谷川が侵食して形成されたもの。落差80から100メートル余りの断崖が、長さ4から6キロメートルにわたって続き、 狭いところでは幅10メートルの典型的な V 時刻、広いところでは幅100メートルの U 時刻となっている。白色の石英粗面岩質業改革歴岩第一が侵食されて生じた木岩に富み、縦岩、小縦岩、獅子岩、仁王岩、虫食い岩,岩、供養岩、エボシ岩、天柱岩などと呼ばれている。一帯は落葉紅葉樹林になっており、赤市で水なら、 ハウチワカなどが群生している。宮城県を代表する紅葉の名所として知られ、宮城県の名所にして、全域が栗駒国定公園に含まれている。鳴子峡を含む荒尾川上流は、鳴子温泉郷と呼ばれ、鳴子峡の上流側には、中山平温泉、下流側には、鳴子温泉や、東鳴子温泉などの温泉街が開けている。 これらを結ぶ国道47号の沿道には、日本、小景士館や熱帯植物園などの観光施設が立ち並んでいる。ナルコ橋の紅葉パノラマ写真荒尾川沿いには、少なくとも戦国時代末期から中山越えでは道と呼ばれる街道が整備されていた。この街道は、仙台藩の山戸町と新城藩の西上町を結ぶもので、欧州街道から分岐して江川に沿って遡り、 坂田越えで、大宇山脈を越えて埼上川流域へ通じていた。この街道は、最終的に、最上川と西巡る海運の水運によって、大阪や江戸とを結ぶ交通路の一部を成していた。街道は、江ア川の左岸を登ってきて、大谷川との分岐点からは、下前の石所、下前塾を経て大谷川沿いに入っていた。鳴子橋の砂岩の崖上は、 感斜面が広がっており、街道はここに通じていた。平安時代末期の欧州合戦の際には、欧州藤原氏がここに城作を築き、交通の要衝を守備したと伝えられ、江戸時代中期の天明期にも意向があったという。中世には、大崎氏もここに館を築いていたと伝わる。この下前塾、下前関を古来から和歌に読まれてきた、岩手の関に否定する説もある。 松尾芭蕉の奥の細道や富太野の欧州気候にも統地が描かれている。江戸時代初期にはかなりの難路だったために通行は多くはなかったが、中期以降はこの街道の利用客も増え、街道や駅やど温泉が発展したと考えられている。鳴子橋には JR 東日本の陸羽島線が通じている。1917年に鳴子駅から鳴子橋、 堺田越を越えて山形県内に通じる区間が開通することで全通開業したものである。鳴子橋に沿って国道47号が通じている。ありがとうございます。